モカ太郎の動画。はい、こんにちは、モカ太郎です。おお。明日出国する日なのでパッキングを急いでやりたいと思います。俺こし。私3日間いないけど頼むね。うわ。特にばあちゃんのこと頼んだよ。いつも通りだ。台湾行くの今回2回目なので。これやったら便利だよっていうやつ紹介していきます。まずね、後ろになんかいるけど気にしないで。圧縮袋、大きさ的には私のトップスぐらいの大きい袋になります。トラベル用の圧縮袋なので、例えば洋服ぐしゃって入れます。で、蓋します。くる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 ってやっていくと、どんどん空気がこっちに抜けていくのよ。ほら、圧縮されてぺっちゃんこになってるでしょ。この中に入れてあげることによってよりいっぱい入れられるっていう優れものなの。これ私マストだね。海外行くときは絶対持って行ってる。あとはね、よいしょ、実はこれハンガーにかけるやつなんだ。例えば宿泊のホテル先なんかにこういうハンガーってかかってると思うんだけど、これを、まあ、このハンガーごめん、私用だからちょっとミニマムサイズなんだけど、ホテルに置いといてあるやつってあのコートとかかけれるぐらいの大きいハンガーのところが多いと思うんだ。ホテルで洗濯したものをここに引っ掛けて部屋干しできるんだ。これすごい意外と便利だった。ホテルに洗濯機と乾燥機ついてたりするんだけど、使い方わかんないから私手洗いして部屋で干してる。あとは何かあった時に超便利なジップロック必ず持っていきます。あのゴミ袋にもなるし、容器が濡れちゃったりしたらこれに入れてあげれば清潔を保てるというか、まとめられるというか、忘れずに済むというか、そういう意味で便利です。あとは定番だけど日本のお薬です。胃薬とか頭痛くなったりしたら止めるやつとか、4年か5年前ぐらいの台湾行った時に初めてのものをたくさん口にして、もうね、感動しすぎちゃって気持ちの容量が爆発したのね。それで3日間ぐらい熱出て寝込んだのね。あとはね、これはまああんまり必要ないっちゃないんだろうけど、あったら便利ですよっていう、変換プラグです。コンセントの変換プラグ、いろんな国によってあの電圧とかコンセントの本数とかが違うので、こういう2本軸もあれば3本軸もあるし、それに対応できるように持ってってます。あー、忘れてた、ありがとう。そうだよ、これだよ、これもね便利よ。これマスク？これマスクだと思う。うん、でかくない？ここ伸びるじゃん。ここにこういうリュックずっと背負ってると、ここ痛くてもこんなになっちゃうじゃん。この輪っかをここにくるんとやって、このリュックを、ね、かわいそう。なんかまあこういう感じよ。だいたいこうギュッとね、ギュッとね、落ちないようにしてくれますねって。まあこのリュックちょっと固めだからさ、こうあんまりやりたくないんだけど、このままガラガラガラっていけますねっていうやつ。お土産いっぱい買う人とか、私みたいにリュックめっちゃしょいますっていう人は、後半戦になってくるときつくなってくるから巻きつけてガラガラしてもいいと思う。ただ国によって治安が全然違うんで、こんなところにあの引っ掛けてパスって切られて中身取られちゃうところもあるから、うん、まあ、できるだけ身につけてた方が無難ちゃ無難なんだけど、よくさ、リュック日本だとこうやって背負ってる人いると思うんだけど、海外だとまあこうやってね、たまに日本でも見るよね、海外から来た方がこうやってリュック持って歩いてる、あ、用心してるなって思いながら見てたりする。国によってというか人によるよね。まあ取る人は取るしね、日本でもね。まあそんな感じだから、リュックでも例えばナイフ刺しても破れにくい、あの強い素材でできたやつとか、そういうのを持ってると心強いかもしれない。ナイロンリュックとかだと簡単に切れちゃうからね。まあそんな感じ。私台湾行って怖い思いしたことはまだないんですけど、
私のお友達で目の前で爆破テロとかあったことあるので、結構そういう話よくしますね。日本のニュースとかで向こうのお友達が住んでる治安のニュースとか流れてると、情報交換したりします。てなわけでゆっくり進めていきましょう。ああ、それいいな。まずこれでしょ、これはこうでしょ、ネックレスつけてた方がいいかな。ねえ、あのさ、絡まりすぎじゃない？ねえ、ちょっと分けようよそんなこと。で、今回ね、コロナなんちゃらかんちゃらで検疫手続きっていうのを空港でやらなきゃいけないのね。で、そういうのを一人一人確認していくと、ものすごい空港行列になっちゃうし時間がかかるっていうところから、 Visit Japan Web っていうアプリがあって、ここで私はコロナワクチンを3回以上打ってますぜっていう登録をすると、ファストトラックって言って検疫手続きっていうのをこのアプリを使用して免除することができるので、その了承がアプリに反映されて、そのアプリ画面をホイって空港で見せると、あ、OK、君は検疫検査通過してるのでどうぞって言ってすんなり行けるよっていう、それが Visit Japan って呼ばれてるアプリなのね。時間取られなくて済むよっていう、そういう風になってるんだって今。でね、最後にね、これ見せて大丈夫なのかな、やめとくか。視聴者さんが無事に帰ってこれるようにってお守りを買ってきてくださいました。ありがとうございます。そう、ね、飛行機墜落したらごめんねって言ったのよこのお守りさんをバッグにつけて行かせていただきます。この中入れとくか、1個いる。じゃあこんな感じで極力忘れ物があると思いますがないように行きたいと思います。それでは台湾行ってきまーす。再見。バイバイ。